大相撲春場所、千秋楽、24日、エディオンアリーナ大阪。歴史的瞬間だよね、110年ぶりの新入幕優勝を果たした孫富士、24イコール伊勢ヶ浜、に、教会トップが最大級の惨事を送った。前日は右足首を痛めた孫富士の姿に、怪我が、軽いことを祈るだけ、と話していた八角理事長。出場したばかりか、 力強い相撲でで勝った若武者を立派ですね。いい根性をしている。左四つになって早かったし、前に出る勇気がある。気持ちが強いということ、と評価した。そして、110年ぶりの新入幕優勝という快挙に、歴史的瞬間だよね。考えられない、13番でしょう、立派ですよ、と続け、3章トリプル受賞にも、当然でしょう、と話した。 優勝の要因の一つとして、部屋の兄弟子に横綱がいることを挙げた。照ノ富士の存在が大きい、一番強い人と稽古できる。だから新入幕でも気持ちで負けない、稽古場で幕内、横綱となれているから、本場所でも相手をこれぐらいかなという気持ちになれると指摘した。さらに技術論にも言及。普通は気持ちが空回りして 無駄な動きから墓穴を掘るが、それがない。全部が的確、若元春とやった時の相撲感、思い切りの良さは持って生まれたもので、勝負強さもある、と、褒めちぎる言葉はいつまでも続いた。